じゃあ最初からでいく。最初じゃーん。最初じゃーん。みんなでじゃあせーので、それが当たったら食べよう。せーの、しらす。ほーら解散だ。一言言って愛でこれだから。俺が間違った。みんなそれ部屋着今日。いや、いいってそのくだり。部屋着じゃないだろお前。いや、なんかちょっと恥ずかしいからさ、脱げよ、脱げよ、それ脱げよ。部屋着じゃねえな。ちょっと脱ぐよ、じゃあちょっとさ。上着の上にタンクトップ着てよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんかそういうおしゃれあるよね。ベストねえよ、そういうおしゃれはねえよ。これからこのリモートでのこういう交流はタンクトップが主流になってくるから。あ、ホクト、いいよな、エプロンしてるみたい。これあの頭の下りカットしてここから使うから。いや、やめてくれよ。ここは、はい、静岡でございます。来ましたね。お前でも、なんだっけ、おい、なんだよ。でも北斗のあれだ、地元だしね。そうね、確かに。なんでだよ。え、なんで北斗この辺から帰ってきたんだ。知らないと、まず。でもなんか私服いつもとあんまり変わりがないな。でもすごい申し訳ないんだけど、この白 T さ、安くないから離れてくれる。うん、北斗も部屋着それ。部屋着の上にこうウィゴンのジャケット着てる感じ。じゃあそれ脱げよ、お前。部屋着になれよ。可愛すぎて笑わない。笑わないよ、全然。俺たちチームでしょ、仲間でしょ、グループでしょ、メンバーでしょ。一応ね、俺こう…明星だっけ、なんだっけ。あー、雑誌のやつな。一応、この中があの…ラフストのね。満足した。いや、逆に聞くよ、お前ら満足した。いや、もうちょい欲しい、もうちょい欲しい、俺は。北斗、寺田心ですだけもらっていい。あ、欲しい。可愛くね。うん。寺田心です。